ラシェーズイコールルイコールビコは、フランス、ペイドラ・ロアール地域圏、バンデ県のコミューン。県中央部に位置するラシェーズイコールルイコールビコは、ラ・ロッシュ州よヨの東1 0トルに位置する。ラシェーズの歴史は、主にトゥアール施設下と結びついている。11世紀、エメリー4世、ドトゥアールは、城と、サンニコラ教会の付属小修道院を建設した。また、彼は、 町の住民に免税時計を付与した。毎週開かれる市を除いて町税が廃止され、誰もが自由に開業でき、または同じ町で買い物できた。ラシェーズの名は、その創設者にちなんで名付けられている。ジョフロワ三世がラシェーズに定住した時代は、この地が首都となっていた。城と召集動員の周りで、町は発展していき、革命まで二つの教区が形成されていた。 今も二つの隣り合う地区は、マリレ・カワタニを挟んで向かい合っている。15世紀、ラッシェーズイコールルイコールビコ領は、アンボワーズ家のトゥアール死社区領に組み込まれた。トゥアール死社区の城は、西側の城壁が残っている。小修動員は、東側が残っている。サンニコラ教会は、幾度かの浮き沈みを経験している。1568年3月15日。 新京都によって教会は燃やされた。首脳、皇人、欲郎は崩壊した。これらが復活することはなかった。1757年に現在の首脳が建てられた。フランス革命の間、町の名は、ラシェーズイコールルイコールププルであった。町は、おごうりの所在地になった。サンジャンバティスト教区司祭は、憲法宣誓をし、礼拝を守り続けることを許された。 しかし、サンニコラ教区司祭は先制拒否したため、教会は閉鎖され、バンデ戦争の間は、共和国軍のための食肉処理帳や肉屋として使われた。失政政府時代の1796年までに、礼拝が再び行われるようになった。しかしながら、国家資産とみなされた二つの教会は、個人が購入することはなく、多くの教会が受けたような外観を損なう変化を、 経験することはなかった。サンジャン・バティスト教会は1812年に取り壊された。いくつかの貴族の家と土地が国家資産として売却され、ラシェーズの土地に大きな富がもたらされた。バンデ県中央部のフォントネイコールルイコールププルから県都を移転するにあたり、ナポレオン一世はラシェーズイコールルイコールビコに県庁を置こうとした。最終的にナポレオンバンが選ばれた。 19世紀初頭、職人たちによる経済活動が発展した。川なめ市と繊維産業である。カオリンとスレート石の採掘も行われていた。1870年代、鉄道が商業の発展を可能にした。特に牛の市である。参照元、1962年から1999年まで人口の2倍カウントなし。1999年まで、 イヘス、カジニー、2004年以降、i n s e e h a t リル e n 2 0 1 4ありがとうございます。